俺の名前は小峠兜。くが、死にたいのか。俺が北岡殺害の指示を下した京国組組長の草加。そして実行犯の一条孔明だ。あと若手だが、この久我小鉄という男、バラバラだった京国をまとめている。こいつがいると厄介だ。殺せとは言わんが、殺してもらってもいい。わかりました。草加、一条は殺せ、久我は殺せ、他の組員は状況によっては殺していいという指示だった。おいガキ、てめえは何人うちの人間潰す気だ。こら、ああ。そしてとんでもない奴に出くわしちまうんだ。その男とは一条。俺の名前は久我小鉄。この男は久我。やっちまえばお手柄じゃねえか。いいぜ、殺してやるよ。よっしゃ、病院送りにしてやる。あくびが出ちまうよガキ。とりあえずお前が病院送りだな。はは、あまりに強烈な頭突き、イートヨの尾骨が一発で折れちまった。だがイートヨも相当気合が入っている。それがどうした。って、クソったれ。俺より上か。早く変幻自在で、しかも重かった。肉が削られ始める。どうせなら一発くらいもらっとけや。ガーッ。しかし俺は血を流しすぎた。あ、クソか、前が真っ暗じゃねえか。俺はそのまま前のめりに倒れちまった。おお、イートヨ、小鉄、無事か。久我の兄貴。おお、小峠の兄貴、すみません。喋らなくていい。